いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきますというわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。またまた、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。全くまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみ屋、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかな手。いいわ、クラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド？リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃあ指先からいくよ。ほら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでいくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。おや、どうしたんだ？声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ？それともここかい？気に入ったらまた来てちょうだい。変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。
勝手に触るんじゃないよ。大丈夫？ああ。大丈夫？ああ。それいくらするか分かってんのかい？あら、頼み事はいいのかい？あら、頼み事はいいのかい？私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておく。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。私に損をさせるんじゃないよ。いいかい？私に損をさせるんじゃない。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど、足元すくわれないようにね。待ち合わせ場所はここのはずだけど。元武器屋の下は変わり者だが、これはどうにかならないのかしらね。60式戦車に13号ロケット、死んだ製作女性の珍品だ。いい趣味。入りの列車いつ動くのかな？さあ、どうぞ。コルネオ杯入場を開始してまーす。どんな場合にて優勝する選手は何か様子見ください。入れたはずなんだけど。嘘でしょ、信じるな。無理で行かないと。ん？ここは観覧車受付だよ。出場者の受付は隣だよ。急いだ方がいいよ。ん？ここは観覧車受付だよ。ここは観覧車受付ですよ。出場の方は左端のエレベーターですよ。出場するなら急いだ方がいいですよ。ここは観覧車受付ですよ。ねえ、まだなの？こちらは観覧車受付です。出場者の入り口は左端です。出場者はお急ぎください。
こちらは観覧車受付です。今からエントリーが？たっギリギリだな。いや、二人でお願いし、推薦してもらう。じゃ、お二人さん、しかも慌てるなって。今からエントリーが？たっギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃあお二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。エレベーターで下だ。急いでくれよ。エレベーターで下だ。急いでくれよ。うちの品こそ隠れた闘技場名物。今は開店準備中だ。ただいま絶賛搬入中。帰りに寄ってくれよな。うちの品こそ隠れた闘技場名物。より降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや、だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラムシ、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。旋風の紐でぶちのめす。勇者の知恵の博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。胃に植えた野獣どもが放たれる瞬間を今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。一刻とデスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちはまだだ。アナウンスがあるからおとなしくしてろ。お前たちはまだだ。アナウンスがある。ああ、あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。恐ろしいところだぜここは。
恐ろしいところだぜ、ここは。お前たちの控え室はここだ。お前たちの控え室はここだ。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰るのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、素人が人じゃなきゃいけない規制なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様、まばたき厳禁でお願いします。それでは一回戦第4試合、レディーファイ。気をつけ。調子に乗るな。曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。次の試合までしっかり休んでおくんだな。次の試合までしっかり休んでおくんだ。
クラウドエアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。新しい雇い主を探すかい。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル、ふざけんな空気読めよ、クラウド&エアリスの入場です。何立ち上がってくれてんだバカ野郎、大野こいたじゃねえか。あらあら、題します、廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつここで会ったが100年目ウラビ腹させていいのに。100年100年も経ったか。うるせえ見やがる。え、何これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルールの夜闘技場、コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まる。アイラン島が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディーワン。なんと
クラウド&エアレスチーム。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この街じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はぁ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。ふん。次決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。もう死んだふりしなくて。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。お前らマジで強いな。腹減った、腹減った。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、ではまずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダム・マム推薦クラウド&エアリスの入場です。
恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。みんな。恐れ入ったよ。ま、決勝戦俺はあんたらにかけたからな。みんな意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ
裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合を行うことになる。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。ほら言っといで、私に賞金を届け。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。しっかり準備していくんだな。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。ああ、やってくれちゃって。ひでえな。いくらしたと思ってんだよ。お前ら、こんなとこでぼーっとしてていいのか。ああ、やってくれちゃって。あんたら最高。準備はいい。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エル。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。
じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。さあ、ついに始まりました、コルネオハイスペシャルマッチ。アメ、あんたらさ、準備は。もう賭けなんて頑張ってくれよ。さあ、ついに始まりました、コルネオハイスペシャルマッチ。どんな宴が催されているのか。
動きが。待て。案外やっけなかったね。いいよ、これから。熱い戦いだ！
勢とヤジ、会場が揺れんばかりです。という衝撃、ひとたまりもありません。このままゴリオンつもりでしょうか。このダメージは無視できません。隙をつく。全く歯が立ちません。ドアが閉じられます。これでよしと。なんという衝撃、ひとたまりもありません。任せるね。ここからだ。
詰め合うようだ。この世を制するのはドンキチなのか。何、このダメージ無視できません。大丈夫。
置できません。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？お前らがこんなにすげえとはな。後でサインくれよ。あんたならもっと高みを目指せる。期待してるぜ、チャンピオン。お前らがこんなにすげえとはな。優勝おめでとう。今夜のコルネオ杯はきっと伝説になるぞ。優勝おめでとう。今夜のいたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。見てたら私も出場したくなっちゃった。エアリスさん、すごかったわ。女性だって優勝できるのね。エアリスさん、すごかったわ。女性だって。試合を見てたら私も出場したくなっちゃった。